夏道へようこそ、広島夏美です。今回はこのモトグッチ V7-3 レーサーでキャンプに行きたいと思います。しっかりねキャンプの道具が今回はこちらに入っています。そしてどんなキャンプ道具を揃えたかっていうのはこれの前に更新された動画を見て参考にしてみてください。私のね初心者なりの初めてのキャンプ道具を揃えてみた動画なので、なんか言いたいこともある方とはいると思いますが、温かいコメントをお待ちしています。じゃあ今日は早速ね、初めて買ったキャンプ道具で初めてのちゃんとした、もうこれがね初めてだと思うキャンツーに行きたいと思います。それではスタート。今ソレイユの丘の近くのスーパーで食材の買い出しをしたので、もう準備万端なんで、これから実際公園に行ってキャンプします。楽しみだな。ソレイユの丘は車やバイクを隣に止めれるところもあるみたいで、それも楽しみの一つなんですよね。今日本当に晴れてよかった。ここまで晴れてくれると本当キャンプのしがいがある。でもまだ春だから気温は暑くても、なんだろう、首元を通り過ぎる風は冷たくて、ほんのり涼しくて気持ちいい。この間このモトグッチ V7-3 でツーリングした時に、ハンドルに対してクラッチレバーとブレーキレバーの位置がちょっと高すぎて、手首が常にひっくり返ってて、なんかもう帰ってきたら手首が疲れてた。もう手首疲れすぎてクラッチレバー引けなくて、帰り道なかなかニュートラル入んないな、なんでだろうなんでだろうと思ったら、もう気づかないうちに手の握力なくなってて、ちゃんとクラッチ握れてなかったんですよ。本当にね、この手首が常にひっくり返ってるって辛いんだなって思った。だからもう今日はね、クラッチレバーの位置をしっかり調節してきたから、今日のツーリングは長距離でも手首が楽なはず。ソリはここだから、私がたちはちょうどこの辺のに止めてるんですよ、バイクを。なんでそれをちょっとこう行くとあるのかな。芝ソリを目指していきます。今はふれあい広場に来てます。なんかワンワン広場とかぷよぷよ広場とか、このハンガール広場入ってみようかな。
つろいでるのに申し訳ないよね。カピバラの背中。あ、硬っ。硬っ。え、なんかさ、小学校にあるあの先っぽがさ、茶色いさ、ほうきあるじゃん。あれ、キューティクルゼロって感じ。芝剃りをしていきたいと思います。すごいな、これはすごい。結構上まで登るんですよね。あれ見てください、私のバイクが見える。これ走ってる、走ってる。ちょっと緊張する。大丈夫だよね。よし、行け。まあ大人にはまだまだ全然余裕な距離でしたね。それよりも登る方が疲れる。キャンプ場に戻ります。もう結構遊んだので焚き火をしてまったりしたいと思います。これ焚き火を買ったんだけど、これをね使うのも、この焚き火台使うのも初めてだからな。これ多分入んないよね、ちょうど。あ、なんか、あ、なんかギリギリって感じだな。用意してなくてデイキャンプなんで、これくらいの時間で帰りたいと思います。今回あの自分の道具をちゃんと用意して、あのバイクの真横でこうキャンプして、でなんか後片付けもキャンプしてっていうのは、人生の中で自分の道具を使うみたいな初めてだったので、今まではなんか家族ではあったんですよ。でも自分のなんかキャンプギアを使うみたいなのは、なんかまたそれはそれでなんかだんだんこうやっていっぱいキャンプしていくうちに愛着が湧くものなんだなっていうのを感じました。キャンプやってみて思ったのが、大変さもしっかりあるんだなっていうのを思いました。準備するのも積み込むのも下ろすのも、なんかやっぱり手ぶらバーベキューみたいな気軽な感じとか楽ちんさはないのは改めて感じて、でもやることの楽しさをどんどんもっと見出せていけたらいいなって思ってます。ということで、今回の動画はこれにて終わりたいと思います。最後まで見てくださった皆さん、ありがとうございました。この動画がいいと思ったらチャンネル登録と高評価お願いします。